はい、よろしくお願いします。今回は数三の微分の方程式への応用をねやっていきます。で、今回2問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったりね、ちょっとわかんないなっていうのがあれば、今からね自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、A が定数です。まあ、2箇所ね、入ってますと。で、X についての方程式の異なる実数解の個数ですね。これを求めていきます。で、今、数三やってますけど、この異なる実数解の個数っていうのは関数単元、まあ、二次関数とかもそうだけど、いろんなところで出てきますね。で、解き方としてはそこと同じです。基本的にはこのセオリーでやっていくという方針でやるよと。で、どうやるかっていうと、今、A が定数ですよね。作戦としてはもうその A っていう定数を右辺に添いつつ、まあ、左辺でもいいんだけど、片方に添いつだけをある状態にまず式を変形します。つまり、まあ、こっち簡単ですね。 X を左辺に持ってきてしまえば E の X 乗マイナス X イコール A とこうなるわけです。で、何がしたいかっていうと、まあ、今ちょっとこっちで説明しちゃうね。こうなった時に異なる実数解の個数って何言ってんのって、これは左辺の y イコール e の x 乗マイナス x っていう関数と右辺の y イコール a、 二つの関数ありますね。まあ、直線だったり曲線だったりするわけですけど、この二つの関数がいくつ交点を持ってるんですかっていうのを調べたいんです。それが実数解になるから。いい？で、片方をこうやって定数にすることによって y イコール a っていうのは関数で言うところの直線なわけですよ。こうやってもちろん a によって値が変わるけど、こうやってね下に来ることもあるけどね。だからこっちのグラフさえ調べてしまえば、あとは横の線を引けばいいからさ。で、交点ここだったら交点が1個だし、ここだったら交点が2個だねみたいな、調べることが容易簡単になるので、だからこういう変形をして解いていきます。ということで、ちょっとね、前置きが長くなりましたけど、こう変更することによって、じゃあ、今こっちはね、後で調べればいいから、これをやります。つまり、fx イコール e の x 乗マイナス x と置くんです。こう置く。で、こいつのグラフが欲しいので、まず微分しましょう。f'x。で、e の x 乗は変わりません。こうなって、マイナス1とこうなります。で、こうなりました。じゃあ、増減表書きたいので、イコール0解きましょう。f'x イコール0より、で、まあ、これイコール0なので、つまり e の x 乗が1ですよね。ほにゃらら乗が1になるのは0の時だけだから、x イコール0とこうなります。ということで、増減表いきましょう。ちょっと詰め詰めで書いてる理由はね、これ板書めっちゃ多くなってしまうので、若干見にくいと思うんですけど、お許しください。f'x と fx。こうですね。で、まぁ、0が、こうなってて、ここで0。値入れちゃいましょう。f0 ですね。ここに0入れると、e の0乗は1。1-0 だから、1と。で、プラスマイナス調べます。右からいこうか。プラスの数になったとき、これ、プラスになった、ごめん、f'x、プラスになった時は数が出なくなっていくので、プラスというのがわかりますと。で、こっちがマイナスを入れることによって、指数でまあね、マイナスになることはないんですけど、1より大きくはならないので、まあ、負になっちゃうとね、e のマイナス1乗とかなっちゃうから、分数でね、こう、分母が大きくなっちゃうので、負になると。つまり、こうなって、こうなると。がわかりましたと。で、実はですね、途中式を書かなくていいんだったら、ほぼほぼこの後でも答え言っても大丈夫なんですよ。相当ひねってなければ。大丈夫なんですが、まあ、途中式をね、やっぱ実数解の個数は書かされることが多いので、この後ね、もう踏ん張りじゃねえや。やらなきゃいけないことがあって、まあ、一応書いていきましょう。まあ、こうなってるわけよ。で、原点があって、で、x0 の時、fx1、つまり0の1を通るから、ここね、を通るわけです。で、グラフなんですけど、まあ、本当はね、カーブちょっと、変なというか、変わったカーブなので、まあ、こういう感じかな、確かイメージとしては。になるんですが、ね。で、本当は、じゃあ先ちょっと答え行こう。本当はここにね、ちょっともう一個、一手間入るんですが、答え先に行きます。
やりたいことは、今、FX、こうやって置いてグラフを書きましたと。で、最初に言ったように、この、まあ、Y イコール A ね。っていうのが、横の直線なわけですよ。これ定数だから。Y イコール5とか Y イコール3みたいな感じで。で、今、こういうグラフだからさ、A が1ね。つまり Y イコール1。のところのグラフだったら、交点1個ですよね、こうやって。これ Y イコール1にしとこうか。Y イコール1だったら、こうなってると。で、この上、1より上の部分で言ったら、交点がこうやって2個できるじゃないですか。その交点が次数がね、個数ともリンクしてるからね。2個。で、1より下に行くと、もちろんグラフがないので、交点がなくなりますと。だから、答えとしては、今、A を、A がね、変わることによって、A がさ、その横線の値と一緒だから、A が1より大きいとき、つまり1より上ね、のとき、まあ、実数回の個数だから数で言うと2個か。交点2個だからね。交点2個。で、A が1のとき、こうね、1のときが、個数が1個。で、下に行っちゃう。A が1より小さい時が0個ですよって。これが答えなの。これ答えね。で、さっきも言ったように途中式書かされないんだったらこれでいいんですけど、本当はもうここでやんなきゃいけないことがあって、何やるかっていうと、今これ造形を書いたじゃないですか。じゃあ、これ、ここの中にはあんま見えないんですけど、このまま右に行ったとき、つまりプラス無限大をかけたとき、ちゃんと上に行ってるんですか？どっかの値に収束してるんじゃないですか？っていうのを調べなきゃいけないんです。このグラフ書いてればさ、どう考えても右がずっと増えていきそうな気がするんだけど、もしどっかの値に収束してしまった場合、ずっとこのね、横の i イコール a っていうグラフを上げてしまうといつか交わんなくなるわけよ。どっかで止まるわけだから、こういう感じで収束して止まっちゃうので、これより上の線に行っちゃったらさ、こう共有点2個、あ、次数回は2個なんないでしょ。だから、ちゃんと調べなきゃいけない。こっち。こっちも同じです。マイナス無限大をかけたとき、ちゃんと上がってるんですかっていう。で、それを調べる。で、まあ、どうしよう。調べ方は簡単で、結局、プラス無限大かけるから、リミット、x をまずプラス無限大かけましょう。で、調べたいのは fx です。元々のグラフを考えたいので、リミット fx を考えると。で、fx 今 e の x 乗マイナス x なので、e の x 乗の方がさ、x 増やした時に値どんどん増えていくの分かるから、まあ、プラス無限大って分かるんだけど、一応まあこの形になった時は、リミット x 無限大、e の x 乗でくくります。くくると、これね、くくると、1マイナス e の x 乗分の x 乗見に来てもいいね。こうなると。で、e の x 乗分の x は、まあ、分母のが加速が大きいので0になると。つまり、カッコの中は1マイナス0になるから、ここが1。1かけるこいつだよね。で、こいつは x が増えていけば、どんどんプラスに増えるのは分かってるので、だから、ちゃんとプラス無限大になりましたよっていう。これ書かなきゃいけない。で、もう一個。ただここね。ちゃんと無限大になるから、どっかに収束せずにどんどん行きますよってことが分かった。で、もう一個。リミット、マイナス無限大です。この左側ね。で、同じように FX で調べますと。で、この時は、これは別にこれやらなくても大丈夫で、マイナス無限大入れることによって、こいつは、マイナスだから分母がどんどん大きくなるんだよね。負になることはないんだけど、ゼロに収束します。で、ここがマイナス X じゃん。マイナスをどんどん増やすことによって、まあ、つまりプラスに増えるよね。もともとマイナスがいるからさ。だからもうプラス無限大明らかなので、こうなりますと。つまりここもこうなったよって。あ、増減符書かなくていいからね、これね。書かなくていいけど。ってことで、ちゃんと調べたら、グラフはね、ずーっと上がり続けるし、こっちもずーっとプラス無限大上がり続けることが分かったので、こういう答えにしても大丈夫ですよ。で、終了。いいかな、こんな感じでやってみてください。もしね、みんなの定期テストの問題が途中式ないんだったら、このねタイプでどっかに収束するはほぼほぼないから大丈夫なんだけど、ここ調べなくてもね、
グラフがこうなるからこれで OK でしょっていう時間短縮できるんですが、まあ途中式書かされるようだったらぜひこういう風にやってみてください。はい、ということで、この動画ちょっと長くなりそうですけど、行きましょう。こっちですね。で、まあ、これもね、まず A を右辺に持っていきたいので、A の X 乗を持っていきましょう。こっちに。持っていって、両辺 X2 乗で割ります。そうすると、ちょっと暗算で申し訳ないんですが、こうですね。こうなります。あ、もうそれ、もちろん X2 乗で割ってるので、X が0ではないっていうのが前提になるんですけど、まあ、こうなると。つまり、今 FX を、2x プラス x2 乗分の1。こう置きます。これで考えていく。で、こっちがね、さらに入んねんだよね。f プライム x 行きましょう。やると、2、プラス、これが x のマイナス2乗なので、マイナス2が出てくる。で、マイナス2が出てきて、3乗にこっちは増えるね。だからこうなると。で、まあ、これちょっとまとめておいた方が多分わかりやすいかな。x の3乗分の、こっちが x3 乗分の 2x3 乗だから、分子が 2x3 乗マイナス2になる。まあ、2でくくるか。x3 乗マイナス1とこうなりましたと。では、x、あ、ごめんなさい。f プライム x イコール0。これ解くと、分子ですね。x3 乗マイナス1。ここが0になることを考えると1ですね。x を1入れると、括弧の中0になるから。だから x イコール1と、こうなる。じゃあ増減表書きましょう。f プライム x と fx。で、まあ、最初の段階で x イコール0考えないようになってしまってるので、まあ、もちろんここに入れてもわかるんですけど、これで考えてもね、分母が x3 乗だからさ。なので、0もちょっと切ります。0と1で切る。で、ここは値がありません。値取らないからね。で、1の時は f プライム x が0。で、fx は f1 なんで、入れると2プラス1だから3ですかね。こうなる。じゃあ、プラスマイナス調べましょう。プライムですね。f プライム x こいつでございます。どんどん増やしていく。1より大きい数入れた時はもう、ここもここもどんどんプラスが加速するのはわかるので、こうなりますと。で、負の数も行きましょう。マイナス入れると、下が、3乗なので、マイナスがどんどん増えます。が、上も3乗がいて、マイナスがどんどん増えるので、マイナスマイナス。結局、プラスですね。で、どんどん増えていくと。で、0から1を入れた時が、負になります。これは、0、2分の1とか3分の1ですね。0から1の間の数なので、3乗しても、ここが負なんですよね。x3 乗マイナス1がマイナス1に勝てないんだよね、負に。だから、ここだけ負になってしまうからマイナスになると。つまり、上がって、下がって、上がりますと。では、0のとこありません。まあ、全近線ですね。0はないという。で、これが分かったので、まあ、書いていくと、これ後でちょっとやるんですけど、本当はね、y イコール 2x っていうのが全近線に入るんですよ、実は。入るんで、まあ、ちょいちょい書いとくか。後でわかるかね。これでもね、この問題に関しては、この全近線わかんなくてもいいと思ってるんですけど。で、このこいつと y イコール 2x ね。こいつと0。y と x イコール0か。縦ね。y 軸が全近線になってます。で、1の3を通るので、1の3か。まあ、この辺かな。1の3を通って全近線だから、こういうね、こういうグラフと、下手くそか。グラフと、あとは、こっちが、ここが全近線。まあ、こういう感じのグラフ。この2本です。グラフとしては。0からこっち上がり続けるっていうのと、ここがこう来てこうなるからね。こう来てこうなってるから。で、これがグラフになります。じゃあ先に答え書いちゃいましょう。途中式なかったらラッキーパターンですね。で、まずは、まあ、自分は基本的に頂点。こういうところを調べるのを先にやるタイプなので、3ですね。3のところを通ってくれれば、交点、あ、まあ、頂点の部分で1個。で、こっち側のグラフで1個なんで、ここで2個です。これ3ね。A が3の時。で、それより上に行ってくれれば、まあ、こういう感じ。左側のグラフで1個、右のグラフで2個来るんで、3個交点があります。これ3より大きい時ね。で、3より下に来てくれれば、右のグラフがいなくなってしまうので、左のグラフで1個。
交点。で、さっきは0個があったんですけど、0個はないですね。これだけ見る限りでは。だから答えを先に書いていくと、A が、3より大きいとき、このパターン、上ね、のときは、3個です。個数としては。3個。で、A が3のときが、2個。で、A が、3よりちっちゃいときが1個と。で、これで終了。じゃあこれ正解だ。声が。正解でこれでございます。合ってるからね。でなんですよ。ででんすよってなんだ。でなんですけど、まあ、ここですね。で、今回は調べることが実は多いです。多い。さっきと同じように、まずは右側です。ここ。ちゃんと上がり続けてるのって部分と、ここです。左側。ここが下がり続けてるのっていうのを調べなきゃいけない。で、もう一個は、ここ、ゼロが全近線になってるので、ここです。左のグラフが右にゼロに近づくほど上がり続けてるのっていうところと、右のグラフがゼロに近づけば、ここね、近づけば近づくほど上がり続けてるのっていう4箇所を調べなきゃいけない。そうなんです。これがちょっとめんどくさい。まあ、でもやりましょう。途中式の場合はね。じゃあまずは、ここから行きましょうか。リミット x をプラス無限大飛ばします。ここね。もう無限大飛ばした fx です。で、fx はもともとこれですね。これで与えられていて、まあ、これはこのままでいいね。どうせプラス入れた時に、こっちはね、分母が大きくて0に収束しますけど、こっちがプラスにどんどん増えていくから分かりやすい。プラスで OK。つまり、ここの右のグラフの右側はどんどん増え続けますよってことが分かりました。次、負に行きましょう。x をマイナス無限大に飛ばします。つまり、ここです。で、マイナス無限大飛ばしたとき、これは2乗してるから、ま、結構同じです。0に収束しますが、こいつがマイナスにどんどん増えていくので、ちゃんとマイナス無限大になってましたと。ここね。マイナス無限大。つまり、今やったのは左のグラフをどんどん左に行ったときに、マイナスにちゃんとここ、減り続けますよと。が言えました。で、問題はここです。2箇所ね。まあ、どっちから右から行こうか。で、右側は、fx は変わんないんですけど、右側から0に近づけたときです、ここ。結構0に近づけてるからね。右側から。つまり、x を右側からなんで、プラス0したときです。fx。で、プラス0にしたときっていうのは、すごいちっちゃい数を入れるんです。結構まあ0に近づけてるって発想なんですけど、まあ、ここはいいです。2x は、x がどんどん0に近づくって、まあ、0かけたと同じ状態になること、ほとんど変わらないので、まあ、0になっていくと。で、問題がこいつで、0に近づける、プラスの数ね、0に近づけたとき、つまり、2分の1、3分の1、4分の1、100分の1、1万分の1でどんどん0に近づけていくわけ。それを、ここに入れると、2乗して、例えば1万分の1が、その分母がめっちゃでかくなるわけよ。でかくなったのが、逆数でかけるから、めちゃくちゃ大きい数になるんです。ゼロに近づけるとね。つまり、これ、プラス無限大になります。ここ。だから、右のグラフをゼロに近づけたときに、ちゃんと上に、プラスに無限大行ってますよっていう、が分かりました。で、ラストです。リミット x を、今度ね、ゼロをマイナスから近づけます。左のグラフ考えてるからね。だから、マイナス0。0にマイナス方向から近づけたいと。で、その fx を考えると、結局ここね、また同じ。マイナスだけど、まあ、0から近づけてるから、これはまあ0になっていくと。で、こいつはさっきと同じです。さっき100分の1とか、1万分の1ってやったけど、それがマイナスなの。マイナス2分の1、マイナス3分の1ってなってた時に、結局2乗しちゃうから、プラスに変わるんだよね。で、さっきと同じようにひっくり返るから、めちゃくちゃ大きい数になっていくので、結局プラス無限大。つまり、この左側のグラフも、どん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 ちゃんとプラスに発散じゃなくても、無限大飛んでいくよと。が調べられたから、どっかで収束するとかもないので、このグラフで考えてちゃんと答え導いて OK でした、という風になります。ふうって感じだね。はい。まあ、なので、やってることに関しては本当に今までやってきた実数解を求める個数の問題と同じです。
定数を右側に持って行って、あとでこれはね、横線でやるから、左側に残ったやつをグラフを書きましょうと。で、書いてみて、横に線引いて、交点いくつあるんですか、それを求めましょうってやっただけ。ただ、途中式を書かされるときは、ここの部分。ちゃんと調べないと、減点もしくは罰を食らってしまうので、ここの、変なね、落とし方をしないようにチェックをしていってください。では、今回はね、スーさんの微分の方程式の応用、方程式への応用、やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。